ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙今からでも遅くないわ、ダイエットよ。また短期ダイエットしてるのか霊夢。今年中にはセクシーまんじゅうに。そんなことよりもタンパク質をきちんと取って筋肉を維持して痩せやすい体にしないと、リバウンドするんだぜ。そうだわ、だから今日は高タンパク食品の解説よ魔理沙。というわけで、ゆっくり見ていってね。ゆっくりしていってね。ごくごく、ごくごく。お、霊夢、プロテイン飲んでいるのか？そうよ、運動後はプロテイン飲んでくびれのあるセクシーな体になるんだから。私たちは運動してもプロテイン飲んでも、くびれなんてできないんだぜ。やってみないとわからないじゃない、ごくごくセクシー。でも、飲めば飲むほどどんどん太っちゃうのよね、どうしてかしら？ごく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 。確かに太ってるんだぜ。いやー、マリサー、どうして？ちょっとそのプロテインを見せるんだぜ、霊夢。このプロテイン海外のプロテインなのよ、牛乳でシェイクして。霊夢、このプロテインは太るプロテインなんだぜ。え、なんでプロテインで太っちゃうのよ、いやー。まあまあ落ち着け霊夢、今回はプロテインの健康効果について解説するから。ちゃんとプロテインのこと知って、セクシーボディになるわよ、うふうふ。この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録していってね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回はプロテインの健康効果について解説するぜ。飲んでもっとセクシーになっちゃうわよ。プロテインとはタンパク質が多く入ったサプリメントのことで、プロテインは日本語でタンパク質という意味なんだ。じゃあ名前のまんまなのね。プロテインは基本的に粉状で、ほとんどがタンパク質でできているんだ。プロテインを飲む主な目的はタンパク質の補給で、現代人は昔と比べてタンパク質の摂取量が減っているんだ。40年前と比べると約 10g も減っているんだぜ。でも、お肉を食べればいいじゃない、お肉美味しいわ。肉もいいが、タンパク質以外に脂質も多く摂取してしまうので、脂質を多く取りたくない人にとってはプロテインはありがたいんだ。また本格的にスポーツをしている人にもプロテインはおすすめな飲み物なんだ。やっぱり筋肉をつけるためよね。そうだな、運動能力を上げるためには筋肉を大きくして力をつけたりする場合があるので。プロテインでタンパク質を摂取するスポーツ選手も多いんだ。またタンパク質は疲労回復やエネルギーになったりなどの効果もあるので、スポーツに欠かせないサプリメントなんだ。プロテインはシェイカーに入れて持ち運ぶことができるから便利よね。でも夏に混ぜっぱなしにして腐っちゃった時があったわ、じゃあ。全く霊夢はおっちょこちょいなんだから。プロテインは粉状だけではなく、飲料に混ぜて売られているタイプもあるんだ。あ、見たことあるわ、元から牛乳と混ざっててすぐ飲めるわ。他にはバータイプがあるんだぜ。あ、これも見たことあるわ、パサパサして、あんまり甘くなくて美味しくなかったけど。まあ霊夢には好まないな。そんなプロテインには主原料によっていろんな種類があるんだぜ。次はそんなプロテインたちを解説するぜ。まずはホエイプロテインだぜ。ホエイプロテインは牛乳からホエイタンパクを抽出したプロテインで、ホエイタンパクは乳製ともいい、ヨーグルトの上に浮いている水分なんだ。ホエイプロテインは他のプロテインより安価で、消化が早いという特徴があるんだ。消化が早いので、運動後の体作りに必要なタンパク質を素早く吸収できるんだ。さらにはバリン、ロイシン、イソロイシンという、筋肉を作るのに重要な必須アミノ酸が多く含まれているんだ。ホエイ、知らなかったわ。はぁ、このホエイプロテインの作り方は様々あり、ホエイをフィルターに通し水、乳糖、ミネラルと、タンパク質に分けるんだ。これはフィルターによって分子構造の小さい水はフィルターを通り、分子構造の大きいタンパク質は通らないことを利用しているんだ。そしてタンパク質を加熱処理し乾燥するとホエイプロテインの完成なんだ。ホエイ、そうなのね。次はカゼインプロテインだぜ。カゼインプロテインは牛乳に含まれているカゼインタンパクを抽出したもので、カゼインは凝固するタンパク質でもあるんだ。例えばチーズやヨーグルトの固まっているタンパク質は、このカゼインなんだ。カゼインプロテインの特徴として、消化がゆっくりなんだ。そういったため、長くタンパク質が吸収され、体内でタンパク質不足が起こりにくくなるので、筋肉の分解を防いでくれるんだ。じゃあ私はチーズを食べるわ、だってチーズの方が美味しいもの。はいはい、脂肪も一緒に美味しく食べるんだぜ。ちなみにホエイとカゼインの消化吸収の速さの違いを利用して、この両方を混ぜたプロテインがあるんだ。
混ぜて飲んだら、先にホエイが吸収されて、体作りができて、カゼインで筋肉をキープよ。おお、そうなんだぜ。お互いのいいところを活かしたプロテインなんだ。次はソイプロテインだぜ。ソイプロテインは大豆を主原料としたプロテインで、ホエイプロテインよりも価格が安いんだ。ソイプロテインの特徴として、カゼインと同じく消化がゆっくりで、粉っぽく飲みにくいんだ。しかしイソフラボンなどの大豆由来の成分が含まれているため、健康のために摂取するのもいいと思うんだ。大豆からプロテインを作られてるのね。よく考えたらきな粉もプロテインと同じ粉ね。次はエッグプロテインだぜ。エッグプロテインは卵白を主原料としたプロテインで、マヨネーズメーカーなどからできた副産物である卵白を使い、作られてもいるんだ。価格は高いんだが、卵白のタンパク質の利用率は 97.5% と、ホエイの 90.5% より高く、本格的なトレーニングをしている人にいいかもしれないな。次はビーフプロテインだぜ。ビーフプロテインは牛肉を主原料としたプロテインで、塩気や牛肉の味がするんだ。またビタミン B1、クレアチンなどの筋肉を作るのに必要な栄養素も含まれているのも特徴なんだ。しかし価格が高いんだぜ。え、卵やお肉からプロテインが作られているのね。私なら焼いて食べるわ。最後はライスプロテインだぜ。ライスプロテインは発芽玄米を主原料としたプロテインで、牛乳、卵アレルギーがある人向けなプロテインなんだ。しかし効果でもあるんだぜ。プロテインっていろんな種類があるのね。それで私が飲んでいた太るプロテインってどれなのかしら？霊夢の飲んでいたのは原料の違いではなく、目的に応じて作られたプロテインなんだ。プロテインって筋肉をつけるだけじゃないの？それ以外もあるんだぜ。じゃあ筋肉をつける以外の目的で飲むプロテインをいくつか解説するぜ。まずはリカバリープロテインだぜ。リカバリーとは回復、取り戻すという意味で、運動による疲労を回復するためのプロテインなんだ。疲労を回復するためにはタンパク質以外に糖質も摂取しないといけないので、タンパク質以外に糖質も含まれているんだ。さらにはエネルギーを作り出すビタミン B 群や、体内でコラーゲンを作り壊れた組織を修復するビタミン C なども含まれているんだ。飲む時間帯は、運動後なんだ。その時に飲めばすぐ体の修復に役立つんだぜ。回復専用のプロテインなんてあるのね。私も毎日疲れるから飲もうかしら？霊夢は飲まなくても十分なんだぜ。次はウェイトダウンプロテインだぜ。ウェイトダウンプロテインはその名の通り、体重を減らすためのプロテインなんだ。え、体重を減らす、それならごくごく飲むわよ。ごく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 。待て待て霊夢、最後まで話を聞くんだぜ。アスリートが体重を減らすために、カロリー摂取量を減らしたりなどをすることが多く。カロリーの摂取量を減らしてしまうと、体に必要な栄養素も足りなくなってしまうんだ。さらには低カロリー状態により筋肉が分解されることもあるので、筋肉の分解を防ぐアミノ酸やビタミン、ミネラルを多く含んだ、ウェイトダウンプロテインを飲むとスポーツのパフォーマンスダウンを防ぎ、体重を減らすことができるんだ。さらには脂肪をエネルギーにするのを助ける成分や、食欲を抑える成分なども添加されているのでアスリートのダイエットをサポートしてくれるんだぜ。ウェイトダウンって言ってもアスリート向けなのね。だからこのプロテインは本格的に運動している人向けだな。最後はウェイトアップ、ウェイトゲイナープロテインだぜ。え、ウェイトアップ、体重を増やすプロテインなの？そうなんだぜ。相撲や格闘技の重量級、サッカーやラグビーなどの接触が多いスポーツなどで、活用されることがあるプロテインなんだ。このプロテインは体重を増やすためにタンパク質だけではなく、糖質を多く添加しているんだ。さらには食欲を増進する成分なども含んでいて、たくさん食べたり飲んだりして体重を増やすのを助けてくれるんだ。また筋肉を増やすにはたくさん食べることも重要なので、少食な人が筋肉を増やすのに活用するのもいいかもな。そして霊夢が冒頭で飲んでいたのはこのプロテインなんだぜ。きゃー、そうだったのね。私が飲んでいた海外のプロテインは。うるさいんだぜ霊夢。このプロテイン1杯 200g を牛乳 600ml で混ぜて飲むから、1234kcal ロロだわ。きゃー。なぜ1杯の量を使うのに気づかないんだ霊夢は。だって私の一人前は多いのよマリサ。はいはい、わかったんだぜだぜ。次はプロテインの歴史について解説するぜ。プロテインは1938年に発見され、ギリシャ語の最も重要なという意味のプロテインから名付けられたんだ。
1940年代になるとタンパク質は筋肉にとって重要な栄養だということが、研究によって明らかになっていったんだ。そのため1950年代からはアスリートが肉を食事に取り入れるようになっていったんだ。しかし脂質なども多く摂取することもあり、問題もあったんだが、1970年代になるとタンパク質と他の栄養を分離したり、凝縮する技術が発達し、サプリメントとしてのプロテインが広まっていったんだ。1980年代になるとタンパク質だけではなくアミノ酸の役割、筋肉合成、代謝なども分かり、今でもタンパク質の研究は進められているんだ。プロテインの歴史って意外に短いのね。栄養の研究は数学や物理と比べると短いからな。これからもっとプロテインのことが分かってくるかもな。次はプロテインを飲むことによる健康効果を解説するぜ。はい、マリサ先生。まずは筋肉増強だぜ。やっぱりプロテインといえばこの効果よね。筋肉の多くは水とタンパク質が占めており、筋肉を作るのにはプロテインは重要なんだ。そうね、筋肉がついたら強い力が出るから、スポーツで速く走ったり力負けしにくくなるから、アスリートが強くなるにはタンパク質は必須ね。プロテインに含まれているタンパク質は、必須アミノ酸という体内で作ることのできないアミノ酸が多く含まれていて、そのため食品のタンパク質の質を数値化したアミノ酸スコアが、最大の100なんだぜ。プロテインはタンパク質が多いだけじゃなくて、質もいいのね。でもお肉を食べてもいいんじゃないかな、お肉美味しいし。そうだな、でも肉の場合は多くの脂質を摂取してカロリーを多く摂取したりしてしまうこともあるな。そうね、カロリーの取りすぎは問題だわ。またプロテインは運動していない人も取り入れてほしいものなんだぜ。え、筋肉が必要ないのに？人間は年齢を重ねるごとに筋肉が少しずつ減少していくんだ。しかしプロテインに含まれているバリン、ロイシン、イソロイシンというアミノ酸には筋肉の分解を防ぐ効果があるんだ。冒頭でも言ったんだが日本人のタンパク質摂取量は昔と比べると減っているので、手軽にタンパク質を摂取できるプロテインは、少食が多い日本人にはおすすめなサプリメントなんだ。でも私はお肉を食べるわよ。霊夢みたいな食いしん坊はいいと思うが、年齢を重ねるごとに油っぽいものが食べることができなくなることもあるので、油っぽくないプロテインは高齢者におすすめなんだ。高齢になったら筋肉の減少で体を動かしにくくなって寝たきりになったりする可能性があるから、プロテインを飲めば予防になるわね。だから運動しない人にもおすすめなんだ。次は体温が上がり体が温かくなることなんだぜ。筋肉はエネルギーを消費するとき熱を生み出すので、筋肉が多いと体温が高くなり体が冷えにくくなるんだ。また筋肉の減少を抑える働きもあるので、運動していない人が飲めば、体温が年々低下することも防いでくれるんだ。さらにタンパク質は消化吸収や熱を生み出すのに、カロリーを消費するので、これによっても体温を上昇してくれるんだ。じゃあ冷え性の人もプロテイン飲んでファイヤーすればいいのね、ファイヤー。次はダイエット効果だぜ。筋肉は熱を生み出したりするなどの働きでカロリーを消費し、基礎代謝を多くしてくれるんだ。プロテインによって筋肉の減少を抑えることができれば、基礎代謝を保つことができ。さらにはタンパク質の消化吸収や熱を生み出すことに使われカロリーが消費されるので。同じカロリーでも、糖質が多いお菓子より、タンパク質が多いプロテインを飲んだ方が痩せやすいんだ。え、じゃあどれくらい痩せちゃうの？気になるわ。じゃあ計算してみようか。森永製菓のマッスルフィットプロテインの場合、1杯 30g で、113キロカロリーでそのうちタンパク質が 23.3g なんだ。そのうち 30% が消化吸収、熱を生み出すのに使われるので、実質カロリーは84キロカロリーなんだぜ。ちなみに炭水化物は 6% が消化吸収、熱を生み出すのに使われ、脂質は 4% が使われるので、それも考慮して計算したぜ。29キロカロリーがファイヤーに使われるのね。同じカロリーのチョコレートの実質カロリーは、計算すると105キロカロリーなんだ。じゃあプロテインの方が21キロカロリーも差が生まれちゃうのね。案外小さいけど、体が温かくなるならプロテインを飲むわ、ファイヤー。よくプロテインは筋肉のことに目が行きがちなんだが、肌も綺麗になるんだぜ。え、お肌も、若々しいピチピチなお肌になりたいわ、ピチピチ。人間の体の多くは水でできており、その次はタンパク質なんだ。なのでプロテインから多くタンパク質を摂取することは、体の様々な組織を新しく作ることでもあるんだ。
脳の組織を作れば脳の機能が向上し、脳の働きが良くなるんだ。それで体の組織を新しくするならビタミン C も摂取してほしいな。ビタミン C って体内でコラーゲンを作り出すのよね。うふうふ、ピチピチ。そうだな、プロテインがアミノ酸まで分解され吸収されて、ビタミン C によってアミノ酸をコラーゲンにしてくれるんだ。それで綺麗になりたいなら大豆を使ったソイプロテインがおすすめだぜ。ソイプロテインは大豆を使っているので、大豆に含まれているイソフラボンも含まれているんだ。イソフラボンはエストロゲンという女性ホルモンに近い働きがあるので、女性らしい体を作ってくれるんだぜ。例えばコラーゲンや肌に潤いを与えるヒアルロン酸を体内で作るのをサポートしたりしてくれるんだぜ。そうなのね、中には女性用のソイプロテインもあるわね。これを飲んで、うふうふ、ピチピチ、セクシーしーよ。またタンパク質には成長ホルモンの分泌を促進する働きがあるんだ。成長ホルモンとは骨や筋肉の成長促進、代謝や脂肪分解を促進する作用があり、子供の成長以外に脳機能、免疫力、神経、性機能、筋肉量などを保つ働きがあるんだ。成長ホルモンは名前の影響で成長期の子供にしか分泌されないと思われがちだが、成長期が終わっても、成長ホルモンは分泌され続けるんだ。そんな成長ホルモンはアミノ酸が191個集まったタンパク質であるので、タンパク質をきちんと摂取することで成長ホルモンが多く分泌されるんだ。私は横以外成長してほしいわー。ちなみに欧米の人たちの平均身長が高いんだが、昔は今より10センチも低く。これは昔と比べ肉や牛乳などの消費期限が短い高タンパク食品を早く輸送できるようになったことが要因の一つなんだ。へえ、タンパク質って体の成長に大きく関わっているのね。その他効果には疲労回復、持久力向上、肝機能向上、安眠効果、ストレス軽減などなどあるんだ。それでプロテインってどれくらい飲めばいいのかしら？もう太らないようにしたいわ。霊夢が太ったのは体重を増やすためのプロテインを飲んでるからなんだぜ。じゃあ次は適切なプロテインの飲み方を解説するぜ。まずタンパク質の推進摂取量は、体重 1kg あたり 1g なんだ。そうなのね、じゃあ私は体重が。いやー、何言わせてんのよマリサ。霊夢の体重なんて興味ないから安心するんだぜ。また運動する人の場合は体重 1g あたり 1.2g で、肉体労働をしている人は 1.5g、体重や筋力が必要なスポーツをしている人は 2g が目安なんだぜ。もしそれより多く摂取してしまうと、体の中で吸収できずに余ってしまったタンパク質、アミノ酸が悪玉菌によって分解され、有害物質を作り出してしまうんだぜ。じゃあ、悪玉菌増えないでちょうだい。またタンパク質は1回の食事で吸収できる量が限られていて、1回の食事で 20g から 40g ほど吸収されるんだ。一般的な体格な人だと 20g 程度、体の大きい人や本格的にスポーツをしている人なら 40g 程度なんだぜ。こういったわけでタンパク質の多い食事をしていると思ったら、プロテインは控えるといいんだ。プロテインは一応サプリメントだからね、きちんとタンパク質を摂取してたら飲む必要はないわ。プロテインを飲むタイミングは運動後や、寝る前、朝がよく。運動後や寝る前は成長ホルモンが分泌されタンパク質の吸収率が高くなっており、プロテインから栄養を多く吸収しやすいんだ。朝は寝ている間食事をしていなくタンパク質不足であるので、朝飲むのもいいんだ。じゃあ1日3回ごくごく。そんなに飲むんじゃなくて、タンパク質が少ない食事をした時にプロテインを活用するのがいいんだぜ。そんなに飲んだら過剰摂取するんだぜ霊夢。あ、そうだったわね。お肉や卵がないご飯の時に、プロテインを飲めばちょうどいいわね。プロテインを飲むと体に悪いなどの情報がいろいろあるんだが、一般の人は体重 1kg あたり 1g、本格的に運動している人は 2g、これを基本としてればタンパク質の過剰摂取になりにくいんだ。結局はプロテインはサプリメントだから、タンパク質が足りないと思ったら飲むのがいいのね。そうなんだぜ霊夢。じゃあどうやって飲もうかしら？やっぱり牛乳かしら？でもお腹がぐるぐるする人もいるわよね。それなら豆乳を入れるのはどうかな？もし味付けされているプロテインなら無調整の豆乳を入れるといいな。豆乳はソイプロテインと同じくイソフラボンなどの、綺麗になる成分が含まれているから。ソイプロテイン以外でイソフラボンを摂取したいなら豆乳がおすすめだぜ。豆乳でイソフラボンボンセクシーボーン。豆乳以外でイソフラボンを摂取するのならきな粉を入れるのもいいかもな。きな粉は大豆でできてるからイソフラボンが摂取できるわね。
きな粉の香ばしい香りで飲みやすくなるかもしれないな。でも混ぜても溶けにくい場合があるから注意だな。容器の内側についたきな粉をペロペロできないわ。行儀悪いんだぜ霊夢。じゃあコーヒーを入れるのはどうだ霊夢？コーヒー、いいわね。プロテインでブレイクタイムよ。コーヒーにはカフェインの筋力や持久力を一時的に上げる効果、脂肪をエネルギーにしやすくしてくれるクロロゲン酸が含まれているので、運動前にプロテインを飲むならコーヒー入りがおすすめだぜ。他には何入れようかしら、ジュースだったり、なんちゃって。意外にもジュースも相性がいいんだぜ霊夢。ジュースには糖質やクエン酸などの疲労回復に必要な栄養が含まれているので、運動後に飲むプロテインなら、ジュースを混ぜて飲むのもありだな。運動後は筋肉や肝臓に蓄えられているブドウ糖の貯蔵庫であるグリコーゲンが消費され量が減っているんだ。でも酸っぱいものに含まれているクエン酸は減ったグリコーゲンを素早く増やしてくれるので、疲労回復にはおすすめだな。酸っぱいジュース、オレンジジュースとかね、ごくごく。でも運動していない人はカロリーを過剰摂取してしまうから、そうでない人は水で溶かすといいぜ。水で溶かすの？そうだ、昔のプロテインは溶けにくく美味しくなかったんだが、今では溶けやすく美味しいプロテインが多くなっているんだ。さらには味の種類も多くなり、チョコ、イチゴ、抹茶、コーヒーなどなどあるんだぜ。いろんな味があるのね、全部制覇するわよ、ごく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 。キャー、また太っちゃったわマリサー。はぁ、霊夢は世話が焼けるんだから。でもなんでプロテインは牛乳で飲むイメージがあるのかしら？あ、プロテインを販売しているメーカーは、牛乳も販売して、気づいてしまったな霊夢、お前には消えてもらおうか。じゃあ、やめてー。ボヨン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 。あ、痩せたわマリサー。はぁ、ダイエット成功だな。もっと運動してセクシーになるわよマリサ。はいはい、勝手にしてくれなんだぜ。はぁはぁ、筋トレしてくびれのあるセクシー霊夢に。だから、まんじゅうの私たちにくびれはできないんだぜ。霊夢ちゃん、まだまだアニな。チュッ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 。霊夢軍曹、我々は応援しています。ネバ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 。はぁはぁ、プロテインを飲むために頑張るわよ。マッソウ。うおおお、霊夢がマッソウセクシーボディに。マリサちゃんも筋トレしてマッソウになろうアニ。私は運動音痴だから無理なんだぜ。もうマリサったら、運動すると食欲が湧くから運動しないともったいないわよ。それじゃあ早速プロテインを。ネバ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 。あ、納豆の神様のプロテインってことは、ソイプロテインね。飲んでイソフラボンボンセクシーボンボン霊夢ちゃんになっちゃうわよ。霊夢それを飲んじゃダメなんだぜ。ゆっくりしていってね。マリサ、今日はお魚が食べたいわ。ピチピチ。そうだな、それじゃあ鮎なんかはどうだ、鮎の塩焼きで食べようぜ。鮎って身が少ないから嫌よ。まったく霊夢は大食いだから。実は鮎は栄養豊富な魚なんだぜ、だから健康のためにも鮎を食べてほしいんだ。じゃあ鮎食べるわ、いつまでも美味しいご飯を食べれるように。まったく霊夢は食べることになるとちょろいんだぜ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録していってね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は鮎の栄養についてゆっくり解説するぜ。鮎と言ったら塩焼きよね。鮎は急流を重く、鮎か、鮎属の魚で、北海道南部から朝鮮半島、ベトナム北部に分布しているんだ。鮎は基本的に川と海を回遊する魚で、群れを作らず縄張り意識が強い魚であり、自分のテリトリーに入り込んできた他の鮎を体当たりして追い出そうとするんだ。この習性を利用して、あらかじめ釣った鮎をおとりにして、おとりの鮎を追い出そうとしてた時に釣り上げる夕釣りがあるんだ。私は罠だと知ってもマリサのためなら助けるわよ。霊夢。だってご飯が食べれないじゃない。まったく霊夢ってやつは。鮎は基本的に川と海を回遊する魚と言ったんだが、琵琶湖の鮎は琵琶湖を海として回遊しているので、この鮎は生涯淡水で暮らしているんだ。そんなため琵琶湖の鮎は海水で生きることができない体質なんだ。同じ鮎でも住んでるところで違うのね。実はこの琵琶湖の鮎を別の河川に放流するケースがあるんだが、海で生きることができない鮎とそうでない鮎が交配することで、海で生きることができない鮎が何割か生まれ、鮎全体の数が減少するのではないかと危惧されているんだ。生態系を守るために生態系を破壊していることもあるのね。
そんな鮎は別名香魚とも呼ばれ、スイカやキュウリのような香りがするんだ。え、そんな香りがするなんて、鮎を買いに行きましょマリサ。でも注意してほしいんだ、この香りは天然物に強く残っており、養殖物には香りがなかったりほとんどないんだ。これは天然と養殖物で食べているものが違うために、香りに差があるのではないかと考えられているんだ。じゃあ香りを楽しむなら天然物がいいのね。さらに鮎の天然物と養殖物には違いがあるんだ。天然物は身が引き締まって脂が少なく、養殖物は脂が多いんだ。じゃあ養殖物よ、油は正義なのよ。全く霊夢は食欲に正直なんだぜ。鮎の旬は6から8月の間で、子持ち鮎の場合は9から10月の間なんだ。それで鮎は資源保護のために基本的に11月から5月の間は漁獲が禁止され、鮎釣りをするときは自分の住んでいる地域の解禁日を確認してほしいぜ。それで子持ち鮎ってどんな味がするのかしら？子持ち鮎は天然の鮎ほどスイカのような香りは少なく、卵にはコクがあって甘露煮や塩焼きに適しているんだ。またパスタの具材に使うとたらこパスタのようになり、鮎の香りも味わうことができるんだ。パスタね、たらこもいいけど鮎もいいかもね。それで鮎の料理といったら塩焼きだな。鮎の塩焼きは内臓を取らずそのまま食べるのが美味しく、7月に取れる若鮎の場合は、頭や骨が柔らかく丸ごと食べることができるんだ。他には揚げ物、煮付け、そして鮎の腹綿を塩漬けした、ウルカという食品もあるんだ。ご飯が進みそうね。それで生の鮎には横川吸虫という寄生虫がついていることがあり、もし体内に入ってしまうと小腸へ寄生してしまい、さらに多くの横川吸虫が寄生すると炎症を引き起こしてしまうんだ。鮎料理の中には鮎の刺身があり、鮎の香りを楽しむことができるんだが、もし食べる際は自己責任なんだぜ。寄生虫がいるのに刺身があるなんて、日本人の食の探求心は恐ろしいわ。それで鮎を調理する前には鮎の糞を出すなどの下処理が必要で、その方法は見た方がわかりやすいので、動画概要欄のリンクから見てほしいんだぜ。ぷにゃって出てきたわ、糞を食べたくないから出さないと、ブリ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 ー。自分のを出す必要はないんだぜ霊夢。次は鮎の歴史について解説するぜ。鮎の歴史は古く、神宮皇后が鮎釣りをしていたという故事があり、万葉集でも鮎が登場して上品な香り、ほろ苦い内臓が古くから愛されていたんだ。また鮎はシンプルな塩焼きが美味しく、食材の味を大事にする日本食の考えと相性がいいのも、愛されていた理由と考えられるんだ。そうね、鮎と言ったら塩焼きよ。鮎は俳句でも季語として使われ、春は若鮎、夏は鮎、秋は落ち鮎、冬は日をと、同じ鮎でも季節によって表現が違うんだ。そんな鮎の漢字は魚偏に占うで、鮎と書くな。もしかして昔は鮎で占いをしてたのかしら？ちょっと近いかもな、鮎の漢字に占うが使われている説に。神武天皇が高倉山で敵に包囲された時、酒を入れた瓶を鮎川に沈め、魚が浮いてくれば大和国を治めることができる。という占いに従い実践した結果、鮎が浮いてきたんだ。そういったため、占いによって浮いてきた魚ということで、鮎は、魚に占うと書くという説があるんだ。占いが関係していたのね、お金が降ってきますように。霊夢が働きますように。って占いじゃなくて願い事なんだぜ。明治時代になると、琵琶湖の若鮎に餌を与えると大きく育つということを実践したことが、鮎の養殖の始まりだとされているんだ。そして1929年に池中養殖が成功したんだ。それから養殖池の整備、ポンプを使って池の中でも川の流れを作ったりなどして、養殖鮎の生産量が多くなっていったんだ。鮎って歴史が長くて、書物によく残ってるから、日本人に愛されていたことがわかるわね。次は鮎の栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。鮎は基本的に加熱して食べるので、今回は焼いた鮎の栄養を見ていくぜ。まず天然の焼いた鮎の 200g あたりのカロリーは 117kcal で、タンパク質は 22.6g、脂質は 6.8g、炭水化物は 0.1g なんだ。天然の鮎は高タンパク低カロリーなのね。養殖物の焼いた鮎の 200g あたりのカロリーの場合は 241kcal で、タンパク質は 22.6g、脂質は 15.1g、炭水化物は 0.8g なんだ。養殖は油が乗ってるのね、私は養殖よ。そんな鮎の脂質には DHA と EPA が含まれており、これらの脂質は体にいいんだぜ。
DHA は脳の神経細胞の細胞膜の材料になる脂質で、EPA は血管や赤血球の材料になる脂質なんだぜ。そのため DHA は脳の学習機能、記憶力を向上、維持してくれ、EPA は血管を新しくしてくれ、動脈硬化予防になるんだぜ。じゃあ脂質の多い洋食を食べるわマリサ。はぁ、洋食物の霊夢を育てるのは大変なんだぜ。アユに多いビタミンにはビタミン D、E、B1、B2、ナイアシン、ビタミン B6、B12、パントテン酸が多いんだぜ。へぇ、すごくビタミンが多いのね。ちなみに天然物のアユはビタミン B12 がとても多く、養殖物はビタミン D と E が天然よりも多いんだ。ビタミン B12 は葉酸とともに赤血球を作るビタミンであり、鉄分だけを摂取しても赤血球は作られないので、ビタミン B12 と葉酸も摂取してほしいんだぜ。葉酸が多い食品には枝豆やアボカドがあるな。じゃあアユを食べながら、お酒のおつまみに枝豆をつまんでごくごく。それはいいな、アユの葉酸は少し多いぐらいの量なので、葉酸が多い食品を食べるとすぐ必要摂取量を超えることができるぜ。養殖のアユに多いビタミン D はカルシウムやリンの吸収率を高めたり、ビタミン E は抗酸化作用を発揮してくれるビタミンなんだぜ。じゃあ養殖物のアユは骨が頑丈になって、ピチピチになるのね。じゃあカルシウムを取らないとマリサ。大丈夫なんだぜ、アユはカルシウムが多い魚なんだ。焼いた天然のアユ 100g あたりのカルシウムは 480mg であり、養殖物のアユ 100g あたりのカルシウムは 450mg なんだぜ。これは1日に必要な量の 80% の量なんだ。え、アユってカルシウムがすごく多いのね。なぜアユのカルシウムが多いかというと、アユはカルシウムが多い苔を食べるからなんだぜ。だからカルシウムが多いのね、若アユを丸ごと食べてカルシウム補給したいわね。それでアユにはビタミン D が多く含まれているから、カルシウムと相性がいいな。アユは骨を頑丈にしてくれるのにぴったりな食材なのね。さらにアユにはカリウム、リン、鉄分も多く含まれているんだぜ。じゃあ鉄分も補給できちゃうから、貧血予防できちゃうわ。そうだな、日本人に不足しがちな栄養が多いから、ぜひ食べてもらいたいんだぜ。それじゃあ、早速食べるわよアユ。まったく霊夢はせっかちなんだから、実はアユの内臓も食べてほしいんだぜ霊夢。え、内臓も、もしかして栄養豊富なのかしら？そうなんだぜ霊夢、アユの内臓には脂質が多く、DHA と EPA を多く摂取したいなら内臓も食べてほしいんだ。さらにビタミン A、E、D、葉酸、ビタミン B12、鉄分が身よりも豊富に含まれているんだぜ。へぇ、内臓はすごく栄養豊富なのね。葉酸が多いなら他の食材を食べなくても貧血予防になるわ。そうだな、そんなアユの内臓の鉄分は、天然物 100g で約6日分、養殖物で約2日分も含まれているんだ。アユの内臓はすごく多いのね。そうなんだぜ、動物性食品の鉄分の吸収率は10から 30% であり、吸収率が低いので鉄分が多い食品を食べてほしいな。鉄分の吸収率を上げるにはクエン酸やビタミン C を摂取する必要があるので、アユの塩焼きにレモンをかけるのもいいと思うんだぜ。暑い夏にレモンをかけてさっぱりさせるのもいいわね。ちなみに鉄分は吸収率が低いため、食べ物から過剰摂取しにくいんだが、サプリメントからは過剰摂取しやすいんだ。なので鉄分のサプリメントを取ってる人がアユの内臓を食べるときは、サプリメントを摂取するのを控えた方がいいと思うぜ。ちなみに鉄分は1日に男性で 50mg、女性で 40mg 以上摂取すると、過剰摂取となり不整脈、心筋障害、色素沈着、肝障害が起こる可能性があるんだ。天然のアユだと 100g で 63.2mg なのね、もし 100% 吸収したら過剰摂取になっちゃうわ。でも逆に考えるとアユを食べるようにすれば、鉄分のサプリメントいらずになるんだぜ。私は栄養関係なく内臓も食べるわよ。だって身が馬だもの。まったく霊夢らしい理由だな。またアユの内臓にはビタミン A が多いな。そんなことも言ってたわよねビタミン A。ビタミン A は皮膚や粘膜を健康に保ったり、免疫力を高めてくれるので意識して摂取してほしいビタミンだな。そんなアユの内臓のビタミン A は養殖物が多く、ビタミン A は油脂性のビタミンであるので、内臓が脂質がとても多いと考えられるんだぜ。じゃあ内臓にはビタミン A がいっぱい溶け込んでるのね。ビタミン A は脂質と一緒に摂取すると吸収率が上がるので、アユの内臓のビタミン A は吸収されやすい形なんだ。じゃあ油を使った調理法をしなくていいのね、塩焼きで OK よ。
でも鮎の内臓のビタミン A は過剰摂取しやすく、養殖もの 45g の内臓で過剰摂取になってしまうんだ。いやー、じゃあ気をつけないと。でも霊夢、鮎の内臓は1匹からは多く入ってないので、過剰摂取になることはないと思うんだぜ。あ、確かに、鮎の内臓が大好きな人以外は気をつける必要はないわね。もし気になる人は、次の日に鮎やレバーなどのビタミン A が多すぎる食品を食べないようにしたり、野菜からビタミン A を摂取するといいんだぜ。野菜のビタミン A はベータカロテンとして含まれており、必要な量だけ体内で変換されるため、ビタミン A の過剰摂取になりにくいんだ。鮎ってすごく栄養豊富なのね。そうなんだぜ、内臓も食べるようにすればさらに栄養摂取できるので、内臓も食べてほしいんだぜ。次は鮎の選び方、保存方法について解説するぜ。鮎はお腹が硬く張りがあり、黄色みが強いものが新鮮な鮎なんだぜ。鮎が丸々一匹残った場合は冷凍保存するとよく。保存する場合はまず鮎の糞を出してから、保存袋に入れ、金属トレイを土台にして保存袋に下処理した鮎を並べて保存するといいんだ。この時しっかりと空気を抜かないと、冷凍焼けの原因になる霜が発生してしまうんだ。マリサ、鮎は量が少ないから食べたくないって言ったけど、栄養豊富で美味しいなら食べるわよ、量より質よ。それは良かったんだぜ、じゃあ今日は鮎の塩焼きだな。鮎の塩焼きよ、ピチピチ新鮮な鮎を食べてピチピチ。まったく霊夢はピチピチうるさいんだぜ。嬉しくなるとピチピチしちゃうのは当然よ、ピチピチ。鮎よ、ピチピチ。ピチピチなんだぜ。さあ今日は鮎の塩焼きにレモンをかけるわよ。マリサにもかけてあげるわ。やめるんだぜ霊夢。もう、マリサったら遠慮して。今日はそのままで食べたいんだぜ霊夢。それじゃあ、食べるわよピチピチ。ピチピチ、ピチピチ。マリサ、この鮎の塩焼き、焼きたてピチピチよ。なんで焼かれてるのにピチピチなんだぜ。今日は饅頭をレモンで食べたいな。プシュー。じゃあ、スパーイ。勝手にレモンをかける饅頭には、レモンをかけられる罰を与えないといけないんだぜ。パクパク、養殖物の僕よりも油が乗っているぞ。じゃあ、私は天然饅頭巫女霊夢ちゃんなのよ。霊夢は私が丹精込めて育てた養殖物なんだぜ。ゆっくりしていってね。マリサ、スタミナつけたいわ。突然なんなんだぜ霊夢。だからうなぎ食べたいのよ、うなぎ。うなぎなんて高いものはダメなんだぜ。なんでよ、うなぎ食べたいのよ、ぬるぬる。じゃあアナゴはどうだ霊夢。アナゴ、うなぎっぽい魚よね。まあそうだな、それじゃ今回はアナゴの栄養についてゆっくり解説するぜ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録していってね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回はアナゴの栄養についてゆっくり解説するぜ。アナゴはうなぎとどう違うのかしら？アナゴはうなぎ目アナゴ科に属する魚の総称で、うなぎのように細長い特徴があるんだ。一般的にアナゴと呼ばれているアナゴは、マアナゴというアナゴなんだぜ。マアナゴは北海道以南の日本各地の沿岸から、東シナ海沿岸及び大陸棚に分布し、水深500メートルの砂泥底で日中は体を潜らせ、顔だけを出して過ごし、夜になると穴から出てきて甲殻類や小魚などを捕食して生きているんだ。アナゴはうなぎっぽいけど、うなぎみたいに食べるのかしら？そうなんだぜ、アナゴを使った料理は、塩焼き、天ぷら、醤油干しがあり、うなぎよりも油が少ないので、うなぎよりも食べやすいんだ。さらに天ぷらにするとふっくらして、サクサク食感も味わえられるんだぜ。美味しそうねアナゴ、油の海苔が少ないけどその分違う味わいがあるのね。他にはトマト煮、卵とじ、炊き込みご飯、アナゴ巻きなど、様々な料理に活用できるんだ。ただしぬるぬるしているので、調理前はぬめりを落とすんだぜ。あとうなぎよりも安いわよね。そうだな、今年の土用の丑の日はアナゴなんだぜ霊夢。なんでよ、土用の丑の日はうなぎでしょ、もうもう。じゃあ牛丼でも食べるんだぜ霊夢。それで、うなぎとアナゴってどう違いがあるのかしら？じゃあ次はうなぎとアナゴの違いについて解説するぜ。まず生息地の違いだぜ。うなぎは作化性の回遊魚であり、海で生まれ、淡水域に遡上して河川や湖沼で成長するんだ。一方アナゴは海水魚で生涯海の中で過ごすんだ。じゃあアナゴは海じゃないと取れないのね。また見た目の違いなんだが、うなぎは黒に近い灰色であり、アナゴは薄茶色で側面に白い斑点があるんだぜ。
他にはうなぎは下顎が出ていて、アナゴは上顎が出ている。うなぎの尾びれは丸みがあるんだが、アナゴの尾びれは尖っているんだぜ。そして最後の違いは、うなぎはアナゴよりも脂が乗っていることなんだ。脂が乗っているのね、はぁはぁ。なので夏にあっさりしたものが食べたい人はうなぎよりもアナゴがおすすめなんだぜ。私はうなぎを選ぶんだから、ぬるぬる。そしてアナゴを食べるときに注意してほしいことなんだが、アナゴの血清中には毒があり、この毒は熱に弱いので、加熱すると食べることができるんだ。そしてうなぎも同様なんだぜ。じゃあ生は食べない方がいいのね。実は血清中の毒の半数致死量、その量で半分の生き物が死んでしまう量は、体重 1kg あたり 15ml であり、これは醤油とほぼ同じ量であるので、アナゴの血を集めてごくごくしなければ大丈夫なんだぜ。あ、刺身だと血をいっぱい食べることなんてないから、毒があっても毒の影響は受けにくいのね。そうなんだ、なのでアナゴの刺身を提供しているお店もあるんだ。ただしこの毒が目や傷口に入ると、炎症を引き起こしてしまうことが経験的にわかっており、アナゴを捌くときは血が飛び散るのを注意してほしいんだぜ。またぬめりにも毒があるから注意してほしいんだ。私はうなぎを選ぶんだから、ぬるぬる。アナゴの旬は5から8月の間で、土用の丑の日とかぶっているから、うなぎの代わりにアナゴを食べるのもいいかもな。だから私はうなぎなのよ、ぬるぬる。まったく、霊夢には栄養的にアナゴがぴったりなのに、もったいないんだぜ。え、そうなの、早くうなじゃなくてアナゴの栄養について解説してよマリサ。それじゃあ次はアナゴの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。アナゴ 100g あたりのカロリーは 161kcal で、タンパク質は 17.3g、脂質は 9.3g、炭水化物は 0g なんだぜ。アナゴってうなぎよりも脂質が少ないのかしら？うなぎ 100g あたりの脂質は 19.3g で、カロリーは 255kcal なんだ。じゃあアナゴの方が脂質が少なくてカロリーも少ないのね。そうなんだぜ。油が多いと消化に時間がかかり、胃もたれをして食欲が湧かなくなり夏バテになりやすいんだ。なので胃が弱い人は土用の丑の日には、うなぎではなくアナゴを食べてほしいな。私はうなぎがいいけど他の人はアナゴがいい場合があるのね。アナゴはうなぎよりもカロリーが低いから霊夢向けなんだぜ。アナゴの油には体にいい脂質が多く、DHA と EPA があるんだぜ。頭が良くなるの脂質よね。そうだな。DHA は脳の神経細胞の細胞膜の材料になる脂質で、EPA は血管や赤血球の材料にある脂質なんだ。なので DHA を多く摂取すると脳の機能が上がったり維持でき、EPA を多く摂取すると血管や赤血球が柔らかくなり、血管が高い血圧に耐えやすくなり、赤血球が体を変形させて狭い血管を通りやすくなるんだ。じゃあ脳と血管にいいのね。アナゴに多いビタミンには皮膚や粘膜を保護するビタミン A、抗酸化作用のあるビタミン E、アルコールを分解するナイアシン、葉酸とともに赤血球を作るビタミン B12 が多く含まれているんだ。特にビタミン A が多く、100g で1日に必要な量の7割以上摂取できるんだ。じゃあアナゴでビタミン A を十分摂取できちゃうわね。あ、でもビタミン A って取りすぎると体に悪いわよね。そうだな、ビタミン A は摂取しすぎると肝臓に溜まり、肝機能障害などを引き起こしてしまうんだ。そんなビタミン A の1たちの摂取上限は2700mcg であり、アナゴ 100g で 500mcg なので、アナゴを1日に 540g 以上食べないようにしてほしいんだ。私は食べすぎちゃうわー。霊夢みたいにいっぱい食べてしまう人は、次の日にはビタミン A を多く摂取しないようにすればいいんだ。ちなみに野菜のビタミン A は β カロテンとして存在しており、β カロテンは必要量だけ体内でビタミン A に変換されるんだ。なので β カロテンが多い野菜を多く食べても、ビタミン A の過剰摂取になりにくいので安心してほしいぜ。それなら安心ね、ぬるぬる。アナゴに少し多いミネラルには、余分な塩分を排出し血圧を下げるカリウム、細胞膜の形成をするリン。多いミネラルには、糖質や脂質の代謝を助けるモリブデンがあるんだぜ。なんだかうな重じゃなくてアナ重を食べたくなってきたわ。アナ重って何なんだぜ。次はアナゴを選び方について解説するぜ。アナゴはぬめりに透明感があり、体が濃い色で、白点がはっきりしているものがいいんだ。開きにされているものの場合は、透明感があり肉厚なものがいいんだぜ。スーパーで売ってるものの中にはすでに焼いてあるものがあるわよね。調理が面倒だったらこれを買ってアナ重をハフハフ。じゃあ今年の土用の丑の日はアナゴだな。
何言ってんのよ、穴子とうなぎ両方食べるのよマリサ。まったく霊夢の胃袋は大きいんだぜ。さあ今日は土曜の牛の日のために穴子を試食よ。はあ、美味しかったわー。まったく霊夢はいっぱい食べるんだから。マリサおかわり。もうないんだぜ霊夢。仕方ないわね、それじゃあ土曜の牛の日のために。もう。まったく牛は関係ないんだぜ。そうだ兄、土曜の牛の日は牛丼を食べる日にすれば、兄牛丼が売れる兄。兄牛丼、食べてみたいわ。そんな霊夢ちゃんに兄牛丼だ兄。わーい、食べるわよ、もぐ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 。はぁ、食べすぎたわ、すやすやすや。もう。霊夢が牛になったんだぜ。この牛丼を食べてすぐ寝たら牛になるんだ兄。もう。よく食べて育つんだ兄。じゃあ、食費がどんどん増えるんだぜ。ゆっくりしていってね。マリサ大変よマリサー。どうしたんだ霊夢？とにかくすごく大変なのよー。だから何が大変なんだぜ。イワシが安いのよー。まったくそんなことで騒ぐのは霊夢だけなんだぜ。これでマリサの口座の減り具合が緩やかになるわ。私にとっても大事なことなんだぜ。って自分の財布から買うんだぜ霊夢。そんなことどうでもいいわ、今すぐイワシを買うわよ。でもなんでイワシが安いのかしら？サバは安くならないのに。それじゃあ今回はなぜイワシが安くなっているのかを解説していこうか。あとイワシの栄養もついでに解説するわよ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回はなぜイワシが安くなっているのかについて解説するぜ。イワシで節約よ。実は富山県や石川県でイワシの漁獲量が増え、普段の4分の1の価格である1尾約10円で売られているんだ。え、10円安いは安い。現在、イワシの数が増えていて様々な出来事が起こっているんだ。青森県の横浜町の海岸では大量のイワシが海岸へと打ち上げられていたことが2月中に起こっていて、打ち上げられたイワシを手に入れようと、現地の人がイワシを取っていたんだ。私もいっぱい手に入れて食費節約よ。でもなんでイワシがいっぱい取れてるのかしら？それは今の時期がイワシをいっぱい取れる時期だからなんだぜ。イワシの漁獲量は20年ごとに少なくなり、その後多くなるのを繰り返しているんだ。農林水産省のデータでは2005年のイワシの漁獲量は約 2.8 万トンに対し、2020年は約70万トンと約25倍も増えているんだ。じゃあ今がイワシの漁獲量が最大規格になる時期なのね。そうなんだ、今回も20年ごとに漁獲量が変化するのなら、2025年度までイワシの漁獲量が増え一番安い時期になると思うんだぜ。またイワシの漁獲量が増えている理由にプランクトンが増えていることが挙げられるんだ。近年、海水温が上がっていてプランクトンが増えているため、プランクトンを食べるイワシが増えている。という感じで漁獲量が増えているんだ。そうだったのね、それじゃあ早速スーパー行くわよー。あ、霊夢も済んだぜ。スーパー待ちなさいよ。行っちまったんだぜ。マリサー、安くなってないわよー。さっき解説したんだが、富山や石川県といった日本海側での漁獲量が増えたということなので、その地域から遠いところのお店だとイワシが安くなるのに時間がかかると思うんだぜ。そうだったのね、日本全国同時に安くならないのね。それでサバは不良って聞くわ、それってイワシと関係性があるのかしら？それも関係があるんだぜ霊夢。まずサバの豊漁と不漁は40年周期で行ったり来たりしていて、今の時期がちょうどイワシが豊漁、サバが不漁の時期と重なっているからだとされているんだ。20年と40年だとちょうど重なり合う時があるわね。私は天才ミコレイムちゃんだから計算なんて簡単だわ。他にはイワシが日本周辺で増えているため、サバが日本周辺へ近寄らないようにしているとも言われているんだ。私が美味しく食べてあげるんだから来てちょうだい。そして近年、日本の海水温が上がっているため、サバが日本周辺へ来ないとも考えられているんだ。ちなみにマイワシは海水温に敏感ではないため、海水温が上がってもいっぱいいるんだ。イワシの漁獲量とサバの漁獲量は反比例の関係性なのね。私天才だからすぐ分析できちゃうわよ。まあとにかく、イワシが豊漁ならイワシをよく食べて、サバが豊漁ならサバを多く食べてほしいんだぜ。それでいつぐらいから私の行ってるスーパーのイワシが安くなるかしら？早く安くなって。イワシの漁獲時期は地域によってばらつきがあり、5から10月の間が多く漁獲されるんだ。なのでこの間になると日本の多くの地域でイワシが多く取れ、イワシの価格が下がると考えられるんだ。5月ぐらいからなのね。富山と石川県がフライングするだなんてずるいわ。
まあまあ下方は寝て待てなんだぜ霊夢。そうね、それじゃあ今から寝るわよすやすや。下方は寝て待ては最善の努力をしたら、あとは待つのみという意味なんだぜ霊夢。せっかくイワシの解説をしてイワシの体の良さを教えようと思ったのに。睡眠学習よすやすや。それでイワシを使った料理にはイワシの刺身があり、新鮮なイワシだと美味しくいただけるんだぜ。そしてお酢に1時間ぐらい浸して酢締めにするのもいいな。あったかい時期が旬だからさっぱりと食べほしいんだぜ。南蛮漬けもいいし、揚げたりムニエルにトマトソースで煮るのもいいんだぜ。はぁはぁ、早くイワシを食べたいわぁ。全然寝ていなかったんだぜ。でも骨があって食べにくいわマリサー。まったく霊夢はめんどくさがり屋なんだから。それなら圧力鍋で調理するといいんだぜ。骨が柔らかくなり、骨も食べやすくなるんだ。そうなのね、圧力鍋で調理よ。でも調理するのがめんどくさいわマリサー。まったく霊夢ってやつは。それならイワシ缶がおすすめなんだぜ霊夢。イワシ缶、すでに調理済みだし骨ごと食べることができちゃうわ。それに保存食にもなるからな。日本は災害が多いから保存食の備蓄のためにもイワシ缶を買っておいた方がいいわね。霊夢は災害時でもないのに缶詰をバクバク食べるから困るんだぜ。次はイワシの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。マイワシの場合、100g あたりのカロリーは 217kcal で、タンパク質は 19.8g、脂質は 13.9g、炭水化物は 0.7g なんだぜ。やっぱりお魚だからタンパク質豊富ね。そうなんだぜ、タンパク質は人間の体の多くを構成している栄養素で、水の次に多いんだ。そうね、筋肉や皮膚の材料にもなっちゃうわ。タンパク質をきちんと摂取すると筋肉の減少を防いだり、皮膚や血管を新しく作ることもできるから。筋肉の減少による体力低下を防いだり、肌や血管の弾力を保つことができるんだぜ。でも脂質が多いわマリサ。まあそうだな、青魚だから仕方ないんだぜ。でもイワシなどの青魚の脂質には DHA と EPA という体にいい脂質が含まれているんだ。あ、サプリメントで聞いたことあるわ。DHA はドコサヘキサエン酸の頭文字をアルファベットで表記したもので、この脂質は脳の神経細胞の細胞膜の材料になる脂質なんだ。そんなわけで脳の学習機能を高めたり、認知症予防になると考えられているんだ。ちなみに脳を構成している最も多い成分は水であり、次は脂質、その次はタンパク質なんだ。脳の場合はタンパク質よりも脂質の方が多いのね。なので良質な脂質は脳にいい影響があると考えられるんだ。次の EPA はエイコサペンタエン酸の頭文字を並べたもので、この脂質は血管や赤血球の材料になるんだ。血管の材料になると血管の弾力が増して、強い圧力でも破裂しにくくなるんだ。じゃあ高血圧による病気の予防になるわね。また赤血球の材料になることで赤血球が形を変形させやすくなるんだ。赤血球がプニプニ柔らかくなるのね。でも柔らかくなったら何かいいことあるのかしら？赤血球は心臓などの大きな血管だけでなく、狭い毛細血管も通らないといけないんだ。赤血球が柔らかいと毛細血管の大きさに合わせて形が変わり、スムーズに進みやすくなるんだ。私も柔らかいから進んじゃうんだから。じゃあ集まっちゃったわ。というわけで EPA を摂取すると血液の流れが良くなり、血管が詰まる病気の予防になるんだ。それでどれくらい摂取すればいいのかしら？余分な脂質なんて取りたくないわ。DHA と EPA の1日の推進摂取量は、これら2つを合わせて 1000mg 以上になるんだ。グラムにすると 1g ね。それでイワシ 100g あたりの DHA と EPA の合計の量は、約 2.5g なので。1日にイワシを 40g 摂取すると、DHA と EPA の1日推進摂取量を超えるんだぜ。それでイワシ1尾が約 80g なので、1日にイワシを半分食べるといいんだ。イワシ半分なら小食な人でも食べることができるわね。霊夢は食べ過ぎるのをなんとかしないといけないんだぜ。それでイワシに多いビタミンミネラルには、ビタミン D、B2、ナイアシン、B6、B12、パントテン酸、ビオチン、リン、鉄分、ヨウ素、セレンがあるんだぜ。イワシは栄養も豊富なのね、もう食べるしかないわ。それで圧力鍋を使って骨ごと食べられるようにすれば、ミネラルをもっと多く摂取することができるんだぜ。そうね、骨ごと食べたらカルシウムをいっぱい摂取できちゃうわ。そうなんだぜ、イワシ 100g を骨ごと食べるとカルシウムを4倍の 320mg も摂取することができるんだ。これは1日に必要な量の約半分の量なんだぜ。カルシウムを摂取しないと骨折しやすくなるから骨も食べたいわね。
そうだな、でもカルシウムは吸収率の低いミネラルなんだぜ。吸収できなかったら、ほっぺの骨折れちゃうわ。霊夢は頑丈だから大丈夫なんだぜ。魚のカルシウムの吸収率は約 30% であり、これだとイワシを多く摂取しないといけないんだ。計算すると 600g も食べないといけないわ。でもお酢やトマトなどに含まれている酸っぱいクエン酸には、ミネラルの吸収率を高めてくれる働きがあるんだぜ。クエン酸、体にいいってよく聞くわ。そうなんだぜ。またクエン酸には舌や胃を刺激することで、唾液や胃酸の量を増やしてくれるんだ。さらに食欲も増進してくれるので、食欲のない時期にはイワシをお酢で調理してほしいな。そしてイワシにはカルシウムの吸収率を高めてくれるビタミン D が多いんだ。そんなためカルシウムを摂取するのにイワシを骨ごと食べるのはおすすめなんだぜ。圧力鍋で柔らかくしてトマトソースで食べるわよマリサ。でも作るの面倒くさいわー。まったくまだ言ってたのか霊夢は。そんな時は缶詰なんだぜ。缶詰も骨まで食べることができちゃうわね。そうだな。それでイワシと食べてほしい食品に梅干しがあるんだぜ。梅干し、イワシとご飯と一緒に食べたいわ。梅干しは酸っぱいからお酢と同様クエン酸が含まれているんだ。なのでイワシのミネラルの吸収率を高めてくれるし、イワシの脂っぽさを梅干しがさっぱりにしてくれるから、チャンネル主的にこの相性は最高なんだぜ。またサバと梅干しも最高なんだぜ。結局は個人の好みが理由じゃない。まあまあ霊夢。でもイワシはプリン体が多いってよく聞くわ。可愛い名前なのになんで激痛が出ちゃうのよー。確かにそうだな。イワシのプリン体の量は魚の中で多く、牛レバーの約 73% の量なんだ。でもなんで体に悪いのかしら？プリン体は体の中で代謝されると尿酸という物質になり、尿と一緒に体の外へ排出されるんだ。しかしうまく排出できなくなると尿酸が足指に蓄積し結晶化した結果、激痛を伴う痛風という病気になるんだぜ。痛風は風が吹いても痛いってことで痛風って名前になったのよね。痛いのいやー。じゃあイワシをどれくらい食べたら痛風になりやすくなるのマリサー。実は霊夢プリン体を全く摂取しなくても痛風になるんだぜ。え、なんでよ。プリン体は体に悪いんじゃない？まあまあ霊夢落ち着くんだぜ。まずプリン体とは何か知ってるか霊夢？プリン体はプリンに多いからプリン体よ。全く違うんだぜ霊夢。プリン体は別名プリン塩基ともいい、細胞核を構成している物質でもあるんだ。ちなみにプリン体の名前の由来は、英語の純粋という意味のピュアと、ドイツ語の尿のという意味のプフィンを組み合わせて生まれたんだ。じゃあ細胞でできている私たちは体中にプリン体があるのね。そうなんだ。ということは細胞が代謝されるとプリン体が体で多く発生し、そうすると尿酸も増え。足指が開いたたたー。ちなみに体内で生まれるプリン体と食事から摂取するプリン体の割合は、だいたい8対2であるので、食事からプリン体を全く摂取しなくても痛風になる可能性はあるんだ。いやあ、私を騙してたなんて、プリン体オフの食品なんで売ってるのよー。プリン体オフは嘘じゃないからセーフなんだぜ。また痛風予防になると書いてないのでセーフなんだぜ。またプリン体が体に悪いだけで終わっている広く浅い動画はあんまり見ない方がいいんだぜ。じゃあどうすればいいのよ。毎日体の中でプリン体が生まれるから食事制限しても意味ないじゃない。霊夢、私がさっき言ったことを思い出すんだぜ。マリサの言ったこと？霊夢、今日はダゼダゼのおごりで焼肉パーティーなんだぜ。そんなこと言ってないんだぜ。プリン体は代謝されて尿酸になり、尿と一緒に排出されると言ったんだぜ。そうだったわ。体の外に出せばいいのよ。それで尿酸を体の外に排出してくれるのを助ける成分にクエン酸があるんだ。あ、クエン酸、酸っぱい成分ね。クエン酸には体をアルカリ性に傾ける働きがあり、こうすることで尿もアルカリ性に傾きやすくなるんだ。それで尿酸は酸性の物質であり、尿がアルカリ性に傾いていると、尿酸が尿へと溶けやすくなるんだ。その結果尿酸をいっぱい排出してくれるんだぜ。逆に体が酸性のままだと尿酸が少ししか溶けることができないので、体の中で溜まって開いたたたよ。じゃあイワシにはお酢、トマト、梅干しと相性がいいのね。そうだな、美味しいし体にもいいからおすすめなんだぜ。ちなみに他の予防方法を解説している動画もあるので、動画概要欄などから見てほしいんだぜ。でも梅干しだと塩分が全くうるさいんだぜ。お酢やトマトで食べるんだぜ。そうだったわ、トマトの旨味で合わせて美味しくするんだから。でも水銀が、じゃあもううるさいんだぜ。水銀が怖いわマリサー。
全く霊夢イワシの水銀なんて心配ないんだぜ。ネットの情報に煽られすぎなんだぜ。早く水銀について解説してちょうだいよー。水銀は自然界に存在する金属で、常温でも液体である性質があるんだ。でも体内でタンパク質の作用を阻害したり、中枢神経、腎臓などがダメージを受けることで障害が発生する可能性があるんだ。これがいわゆる水銀中毒なんだぜ。やっぱり水銀は体に悪いじゃない。霊夢、過ぎたるは及ばざるがごとしなんだぜ。体にいいものでも食べ過ぎると体に悪く、逆に体に悪いものでも摂取しすぎなければ体に影響を与えないんだ。確かに食べ物すべてに言えることよね。というわけで次はイワシをどれくらい食べても水銀による影響を受けないのかについて計算するんだぜ。まずは許容1日摂取量を理解しないとな。許容1日摂取量？許容1日摂取量とは、この量以下を摂取すれば生涯健康に影響が出ないという量なんだ。この許容1日摂取量は動物実験によって設定されて、日本の場合は動物実験で調べる物質を投与して、健康に影響が出た量を100で割って、この量が許容1日摂取量になるんだぜ。ということは、許容1日摂取量の100倍摂取すると体に影響が出てしまうんだ。とにかくその量を下回ればいいのね。それでどれくらいまで食べることができるのマリサ。農林水産省のデータから計算すると、水銀の許容1日摂取量は体重 1kg あたり約 0.57 マイクログラム。水銀よりも吸収率の高いメチル水銀の場合は、体重 1kg あたり 0.22g なんだぜ。ちなみにメチル水銀は大きい魚が小さい魚を食べることによって凝縮され、小さい魚にはとても少なく、食べた際の影響はほぼないんだ。マグロとかクジラにメチル水銀が多いって聞くわ。というわけで小さい魚のイワシは水銀を元に計算するんだぜ。では霊夢の体重が 60kg とするんだぜ。私はそんなにむっちりしていないんだから。体重 60kg だとすると水銀の許容1日摂取量は 0.57 マイクログラム ×60 で 34.2 マイクログラムになるんだぜ。それで厚生労働省、水産庁、地方自治体や諸外国の調査によると、イワシ 100g あたりの平均の水銀の量は 1.8 マイクログラムであり、イワシ 190g 食べると許容1日摂取量になるんだ。190g は簡単に食べちゃうわよマリサ。霊夢、この許容1日摂取量は体に影響が出る可能性のある量を100で割った量なので、ちょっと基準より多くても心配することはないし、食べ過ぎたと思ったら次の日は食べる量を減らせばいいんだ。イワシ以外にタンパク源になる食品は多いからな。そうね、お肉よブヒブヒも思う。それにイワシの食べ過ぎで水銀中毒になる前に、脂質の取り過ぎで大変なことになるんだぜ。確かにそうだわ、水銀中毒になる前に別の病気になっちゃうわ。それでその量の100倍を食べると水銀中毒になる可能性が高くなるのよね。ということは体重 60kg の人が水銀中毒になる可能性が高いイワシの量は 19kg なんだぜ。 19kg、 頑張ればいけちゃうかも。水銀中毒になる前に貧血で大変なことになるんだぜ。まあとにかくイワシは40から 190g ぐらいまで食べるといいのね。そうなんだぜ。水銀が危ないから食べないんじゃなくて、どれくらいまで食べると安全なのかを知ってから安心して食べてほしいんだ。それじゃあ早速イワシを食べるわよ。圧力鍋で骨まで食べたいんだぜ。って、安くなってなかったから買ってきてないわ。まったく霊夢は年中貧血なんだから。そんな霊夢ちんのために骨まで食べれるアニアニイワシカンダーに。あ、イワシカンだわイワシカン。これならすぐ食べられて便利なんだぜ。しかも新鮮プチプチなイワシなんだーに。新鮮な状態ですぐ加工しているのね。絶対に美味しいわよ。バカ。プチプチ新鮮イワシプチプチ。じゃあまだイワシが生きているわー。アニーの科学力で作ったコールドスリープ缶詰なんだーに。これでいつでも新鮮な生きたイワシが食べることができるあに。プチプチだから刺身にするといいかもな。じゃあプチプチすぎるわマリサ助けてー。ゆっくりしていってね。マリサ、エビエビ。なんだ霊夢騒がしいな。今日はエビが食べたいのよエビエビ。全く食べることに関してはうるさいんだから。だって美味しいもの、プリプリなエビエビ。プリプリもいいが殻ごと食べるのはどうだ？殻ごと、食べにくいでしょマリサ。そんな文句の多い霊夢のために白エビを解説するんだぜ。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は白エビの栄養について解説するぜ。エビエビよ、エビエビ。
白エビはオキエビか白エビ属に属するエビで、白エビとも呼ばれているんだ。白いから白エビね、エビエビ。白エビは日本の沿岸に生息する固有種だとされ、富山湾で多く漁獲されているんだ。太平洋側でも漁獲されるんだが、富山ほど多くはないんだぜ。白エビの大きさは6から8センチぐらいで、同じ小さなエビである桜エビと比べると少し大きいんだ。桜エビは桜色で小さいエビよね。そうだな、大きさは似ているんだが、全く違う種類のエビなんだぜ。そんな白エビの収穫時期は4月から11月の間であり、白エビの旬は4月から6月の間で、この時期になると富山県で多く漁獲されるんだ。産卵前がいいのね。それで白エビってどんな料理があるかしら？白エビを使った料理には刺身があるんだぜ。白エビの殻を剥いて作るんだ。柔らかい身とほんのりした甘さがあるので甘エビが好きな人にはおすすめだな。でも殻を剥くのめんどくさいわマリサ。めんどくさいのは霊夢の方なんだぜ。そんな時はかき揚げだな。白エビの殻は柔らかいので揚げると殻ごと食べやすくなるんだ。また白エビ特有の甘みと香りが残るので、おすすめなんだぜ。また素揚げにして塩を振ったり、白エビのすり身で団子を作ってすまし汁にするのもいいな。揚げ揚げ、白エビエビを揚げ揚げしていくわよ。カロリーも揚げ揚げなんだぜ。もちろん、通常のエビと同様の調理法でも美味しくいただけるので、ぜひ食べてほしいんだぜ。やっぱりエビフライよ、エビフライ。はいはい、次は白エビの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。殻付きの白エビ 100g あたりのカロリーは 95kcal で、タンパク質は 18.3g、脂質は 2.4g、炭水化物は 0.1g なんだぜ。やっぱりエビだから低カロリーなのね。そうだな、霊夢みたいな高脂質高カロリーな食事ばかりしている人にはエビはぴったりなんだぜ。私は関係ないでしょ、マリサ。またエビには旨味成分が多く含まれ、カロリーが低くても美味しく感じ、たくさん食べなくても食事の満足度を上げてくれるんだ。エビをいっぱい食べて満足するわよ。霊夢の食欲は無限大だから意味ないんだぜ。またエビの殻はキチン質という成分でできており、食物繊維と同じ働きがあるんだ。キチン質は水に溶けにくいので不溶性食物繊維のような働きがあり、コレステロールや老廃物を付着して、腸から体外へ排出もしてくれるんだ。食物繊維だなんて意外ね。エビエビだけじゃなくてブリブリよ。エビエビの次はブリブリでやかましいんだぜ。でも殻に含まれているから、刺身じゃなくてかき揚げにするといいのね。そうだな、白エビの栄養をいっぱい吸収するには丸ごと食べてほしいんだぜ。それで白エビに多いビタミンミネラルには、ビタミン E、ナイアシン、カルシウム、マグネシウム、リン、銅があるんだぜ。特に殻付きで食べるのでカルシウムが多く、150g で1日分以上を摂取できるんだぜ。殻はエビの骨みたいなものだからカルシウムがたっぷりなのね。そうなんだぜ、カルシウムは骨や歯の材料になるので、骨や歯を強くするのに必要であり、神経の機能や筋肉の収縮を正常に保ったり、血液を凝固させるのに必要なんだ。それで神経の機能を正常に保つことで、カルシウムはイライラを軽減もしてくれるんだぜ。白エビをかき揚げで骨太にするわよ。霊夢は油の取りすぎで骨太じゃなくて肉太になるんだぜ。それで白エビのかき揚げにするならキノコも一緒に揚げてほしいんだぜ。え、キノコ、美味しくなるから？違うんだぜ、ビタミン D が含まれているからなんだ。ビタミン D はカルシウムやリンの吸収率を高めるビタミンであり、カルシウムは吸収率の低いミネラルなんだ。じゃあキノコも一緒にかき揚げてカルシウムをいっぱい摂取よ。またキノコがあるとよく噛むようになるからな、霊夢のための早食い予防なんだぜ。また大豆も入れるのもおすすめなんだ。大豆、栄養が豊富だから？それもあるんだが、大豆にはイソフラボンが含まれているからなんだぜ。まず骨は新しくなるために破骨細胞が骨を溶かし、骨芽細胞が骨を頑丈にしてくれるんだ。その二つの細胞が骨を新しくするのね。でも破骨細胞の働きが活発になると骨が溶かされるスピードが速くなり、どんどん骨が脆くなるんだ。カルシウム取っても骨芽細胞が足らなくなったら骨粗鬆症になっちゃうわ。でもイソフラボンには破骨細胞の働きを抑えてくれるので、骨が脆くなるのを防いでくれるんだぜ。大豆は意外に骨を強くする食材だったのね。なので、白エビのカルシウムの効果を活かすなら、キノコと大豆を一緒にかき揚げてほしいな。かき揚げに混ぜるのもいいけど、お口をさっぱりにするために冷ややっこもいいわよ。そうだな、大豆食品だからイソフラボンを摂取できるんだぜ。それでマリサ、エビと言ったらアスタキサンチンよ。そうだな、アスタキサンチンは赤い水生生物が持つ色素で、エビにも含まれているんだ。
アスタキサンチンには強力な抗酸化作用があり、ベータカロテンやビタミン C よりも働きが強いんだ。さらに脳、血管、肌、目などでも抗酸化作用を発揮するので、若々しくいたいならエビはおすすめだな。うふうふ、アスタキサンチンでピチピチまんじゅうよ。でも白エビは他のエビよりも白に近いので、赤い色素であるアスタキサンチンが少ないと考えられ、アスタキサンチンの効果を強く発揮できないと思うんだ。そうだったの、エビエビ大好きなのにいい。まあまあそんな時は桜エビを食べるといいな。アスタキサンチンの色素で綺麗な桜色になっているからな。そうね、アスタキサンチンでピチピチになるなら桜エビよ。そして最後に白エビにはタウリンが含まれているんだ。タウリン、元気が出る成分よね。ファイヤー。そうだな、タウリンは必須アミノ酸の一種で、体内で作り出すことができるアミノ酸なんだが、食事で摂取することで効果をさらに増大することができるんだぜ。そんなタウリンには疲労回復効果があるんだ。疲労ね、栄養ドリンクにも含まれているわね。でもタウリンの研究結果には、直接的な疲労回復効果がありとなし、の二つがあったんだぜ。え、じゃあどっちなのよマリサ。研究をよく見てみたら、効果があったものはアスリートや運動をしたマウスに対しての研究だったのに対し、直接的な効果がなかった研究は運動をしていない一般の人が被験者だったんだ。そのことから、タウリンの疲労回復効果は、運動やスポーツをしている人に効果があると考えられるんだぜ。タウリンは筋肉の疲労物質を除去する働きがあるので、筋肉を酷使する人にタウリンの疲労回復効果があると考えられるんだ。じゃあ運動している人にはタウリンね、ごくごく。霊夢みたいな運動していない人には、タウリンの疲労回復効果はないんだぜ。またタウリンには幹細胞の再生や、細胞膜の安定を助けてくれるアミノ酸であるため、肝機能を高めてくれるんだ。じゃあお酒にはタウリンがいいのね。サクサクのかき揚げにビールをごくごく。はぁ。またタウリンには動脈硬化や高血圧、コレステロール値の低下などの効果もあるので、健康でいたい人のためにもタウリンが多い、白エビはおすすめだな。じゃあ毎日白エビのかき揚げよマリサ。前言撤回なんだぜ。次は白エビの選び方、保存方法について解説するぜ。白エビは透明感があるものが新鮮で、逆に白が濃くなっているものは時間が経っているものなんだ。また時間が経つと赤色の部分が際立つので、透明で赤色が薄いものが新鮮なんだぜ。そして白エビは鮮度が落ちると頭部が黒っぽくなり、薄い墨色の汁が出てくるので注意なんだぜ。透明なのがいいのね、透明霊夢よ。白エビを保存するときは冷凍が良く、冷凍するときは空気に触れないようにするといいんだ。保存するときはラップに包んで保存袋に入れるといいんだ。もちろん冷蔵でも保存できるんだが、2から3日までしか食べることができないので、冷蔵したときは早く食べるんだぜ。私は買ったものを1食で平らげるから大丈夫よ。じゃあ今日はかき揚げにしようか。わーい、かき揚げ、揚げ揚げエビエビサクサクプリプリブリブリよ。霊夢はブリブリだけで十分なんだぜ。あ、ブリブリおこちゃままんじゅうなのだ。誰がおこちゃまよ、ガキンチョ。ブリブリおこちゃままんじゅうはほっといて、かき揚げにするなら枝豆も入れるのだ。イソフラボンも含まれているから骨にいいのだ。何よが緊張、入れないんだから。あ、枝豆のイソフラボンの量は大豆の25分の1の量よ。絶対に枝豆なんて入れないんだから。ひどいのだ。はぁ、まったく静かに仲良く喧嘩してほしいんだぜ。でも美味しいから枝豆を入れるのだ。いやよ、大豆とキノコの白エビのかき揚げで骨太になるんだから。もぐ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 。ガッチリ霊夢です。マリサ、骨太になってガッチリになっちゃったわよ。いつものむっちりおこちゃままんじゅうなのだ。霊夢は何食べても栄養が脂肪になるんだぜ。霊夢がガッチリになっているんだぜ。ガッチリ霊夢です。これで筋肉が増えて痩せやすい体になってリバウンドしにくくなったわよ。むっちりよりはマシなんだぜ。マリサ、基礎代謝が上がったら食欲湧いてきたわ。それにトレーニングのためにいっぱい食べるわよ。霊夢、いつもの霊夢に戻ってほしいんだぜ。では次の動画まで。がっちりしていってね。